はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、新しくインパクトとこのなんだっけ、使い出るのかチンバル。ヤフオクで買ったスペーサー 2.5 ミリ。25ミリ買ったので取り付けていきたいと思います。よいしょ。とりあえず前から持ってたこの14ボルトと36ボルトマルチのインパクトの試用比べっていうのか、それをやりながら取っていきたいと思います。では作業に取り掛かりたいと思いますね。オートバックスから車検で持ってきて、オートバックスでは120ニュートンで締められてます。とりあえずこっちの14ボルトの方で一回緩めてみたいと思います。よいしょ。14ボルトだと120ニュートンで締められてるやつは緩みません。なので新しく新品買ったこの36ボルトマルチ、機種はね、この見えかな、 WA36DC、 これで緩めていきたいと思います。すぐ緩みましたね。お、早いな。これだとすぐ緩みます。
これも前回買った、なんだっけ、トルクレンチです。新品です。100、見えかな、どこだ、120ニュートンのとこに合わせてます。あ、ダメだ、ダメか、タイヤが回っちゃうな、タイヤが回っちゃう、タイヤが回っちゃうな、いいか、これはとりあえずこれで閉めちゃう、ダメだ、ブレーキ踏んでないと回っちゃうから、これだけはトルクレンチを使わないで締めちゃいました。違うか、これ最初についてた方をスペーサーにつけるのかな、そうだな、間違っちゃった、間違っちゃいましたね、ナット反対につけちゃったよね、つけてダメだっけな、ボルトのピッチが違うな、あ、山のピッチが違うわ、違うんだ、こっちなんだな、さっきの動画だったの、これが、あ、これがこっちなんだ、ダメだ、ホイールにくっついてた方じゃないとダメみたいですね、これね、ああ、ネジ山のピッチが違うみたいですね、山のピッチが違うなんて知んなかったな、よいしょ、違う、スパナのサイズが違う、どうしたの、
21だ。21使ってんですわ。あーどうすっかな。あーまいっ、あーいいや。11使ってんのね。あれか、一回下げて、120ニュートンで締めました。わかるかな。ピントが合わねえか。120ニュートンでとりあえず締めました。じゃあホイールの出っ張り具合をちょっと結構はみ出ますね。ちょびっとはみ出るんだね。ね、あれわかります？ちょびっとはみ出ちゃってんの。車種はエブリィなんですけど、こんな出んのか。まあ支障ないか、はあ、警察には捕まんのかな、まあ、とりあえず一方にあったんで、動画も編集しないから13分になっちゃうからな。とりあえずこんな感じです。スペーサーをつけて、おっとっとっと、こんな感じか。そうね、はい、こんな感じです。以上です。終わりまーす。こっちか。これだった。はい、終わります。